ついに現れた。おい、静かにしろ。おぞ、どうした？もう誰も犠牲にはできない。今さら何を言っている。お前の研究で多くの子供が犠牲になった。その懺悔の機会だ。私が隠したわけではない。あの子の失踪で研究の中止を決めたのだ。この後に及んでいいのがれか。ロクサスとナミネを犠牲にしたお前がそんな慈悲深い人間だと信じられるはずがない。きっとどこかに隠しているはずだ。まずはこの屋敷にあるデータを見せてもらう。ロクサスとナミネ、私がまだ生かされている理由があるとするなら、その二人に償いをするためだ。ロクサスって言った。ああ、あの人助けよう。お前はあの被験者だった子を見つけてどうしようというのだ。きっとあの子の記憶に謎がある。我々光と闇の戦いに大きく関与する記憶が。お前は何かを知ってしまった。だから研究を中止させたんだ。それはお前の妄想だぜ。あの音、もうすぐわかる。すみません。なんだお前は。ここに友達が住んでたはずなんですが。誰も住んでいない。帰れ。でも。おい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 、入ってくるな。こっちへ。キャリー、なかった。ハイネ、白いグニャグニャ。守ってくれたのか。ハイネ、早く逃げよう。元ジグサグ機か、裏切る機か。大体見当はつく。構わん、好きにしろ。